いかがですか。芸術品ですよね。この美しい金物。ヘッドもこだわりがすごいです。で、12フレットがですね、この独特な十字になっております。まずですね、こちらのメーカー名、ゼマイティスなのかゼマティスなのか。僕が高校生の頃はゼマティスと呼んでたんです。まあ90年代の半ばぐらいですかね。でも最近は表記がゼマイティスになってます。まあ実際綴りもね、I が入ってるんで、まあゼマイティスなのかなと思ってたんですけど、どうも英語の発音はね、ゼマティス。こっちの方にね、近いみたいですね。まあでも今はね、ゼマイティスと呼ぶようなので、今回はゼマイティスで行きたいと思います。まあこのゼマイティスといえば、布袋さん、久志さんのね、イメージが強いかと思うんですけど、久志さんはですね、ゼマティスって呼んでました。まあそれは良いとして、なんとなんと今ですね、このゼマティスは、神田商会がですね、ハイエンドものは作ってるらしいんですよ。世界のゼマティスを日本で作ってるっていうのは非常に誇らしいですね。今回ね、千葉管楽器で借りてきたこちらなんですけれども、ゼマティスの中では結構ね、お安め、まあお安めといってもね、20万超えるようなものなんですけど、まだ手に入れやすい価格帯のゼマイティスになっております。オープニングでね、ご覧いただいた通り、もうがっつりね、ゼマイティスです。仕様はですね、このね、ボディとネックはナトウ。アコギでね、よく使われている木材みたいです。で、表面にはプレートが掲げられておりまして、印象としてはね、やっぱね、このブリッジ、ここかっこいいっすね。で、ピックアップはね、鳴らした感じ、かなりね、巻き数多いんじゃないかなっていうぐらいのパワーの強さ。もう早速ね、音聞いてもらいましょう。まあ、ゼマイティスといえばね、ディストーションサウンドですよね。じゃあ、モディファイしたターボオーバードライブでいきたいと思います。メドレー的にいきましょうかね。
ディレイかけます。しませんか。こちらのギターはですね22フレットなんですよ。でゼマイティスには24フレットのねこの主音あるんですけれど、24フレットのものよりもフロントピックアップの位置がこっちネック寄りなので、より甘いサウンドになっているという風な感じでございます。サスティンもねしっかりしててねいいっすね。ちょっとクリーンも鳴らしてみましょう。固めな印象ですかね。これセンターです。フロントやっぱねキープラスちょっとね金物的な感じはしますよね。硬いというか、まあ、これもねゼマイティスの、ね、特色なんでしょうというような感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ、今ですねこのゼマイティスの中でも20万円クラスのものっていうのは作ってないみたいで、一番安くでもね35ぐらいなのかな。なのでお手頃にゼマイティス探すとなると中古になると思うんですけれども、お探しの方はぜひぜひデジマートチェックしてみてください。今千葉管楽器で売っております。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。おはようございます。